1, 1うどん屋でうどんを食う2隣の席にファッション誌に乗ってそうな小汚いヤンママと幼女が座る3うどんに七味を入れる4幼女が赤くてきれいと反応を見せる5隣の親子のうどんが来る6幼女が私も赤いの入れると七味を入れる7幼女が口が痛いと言って泣き出す8ヤンママが こいつ、俺が嫌がる娘のうどんに、無理やり七味を入れたと騒ぐ。九、泣く幼女、怒る母親、見るからに、犯罪者面の俺の三者を見て、店員が警察を呼ぶ。十以下のような不毛な会話が30分間続く。警察、何をやったのか、自分の口で説明して。俺、まずうどんを食べていたら、隣の席に。警察、 やったことだけ説明してくれればいいから。あの子に何をしたの俺、何もしてないです。警察、何もしてないってことはないでしょ母親が見てない隙に、あの子に何をしたのか言ってごらん。俺、何もしてないです。警察、何もしてないじゃわからないから、ちゃんと説明してよ。俺、自分のうどんに七味を入れてたらあの子が。 警察、君のうどんじゃないでしょあの子のうどんに何をしたの俺、何もしてないです。十一アんママが、あ、稽古の時間だ聞き取れなかったと言って、幼女を連れてどこかに行ってしまう。十二、うやむやのまま解放される。すごく疲れました。